次に3番柏原かなめ議員。議長の許可を得ましたので、通告に基づきまして、一般質問をさせていただきます。持続可能な景観まちづくりの推進について、辰野市には美しい自然景観や、兵庫県で一番古い町並みが残るといわれる歴史的景観など、素晴らしい景観が多数存在します。これら私たち市民の景観財産を次世代に引き継ぎ、持続可能な景観まちづくりに生かし、地域活性化を図ることが重要であると考えます。括弧1、景観法に基づくさまざまな景観施策を行うことができる景観行政団体への移行を目指す考えはないのか。括弧2、景観財産を含んだ市街地を面的に保存するため、歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画認定に向けた取り組みは進んでいるか。括弧3、重要な歴史文化遺産を未来へ継承するための文化財保存活用地域計画策定の進捗状況はいかがか。以上、よろしくお願い申し上げます。都市政策部長。3番柏原かなめ議員のご質問の持続可能な景観まちづくりの推進についてのうち、まず1番目のご質問の景観行政団体への移行を目指す考えはないかについてお答えいたします。議員ご承知のとおり、景観行政団体とは景観法に基づき景観行政を担う地方自治体を指し、政令市、中核市および都道府県は自動的に景観行政団体になり、その他の市町村は都道府県知事との協議同意を経て景観行政団体になることができます。本市におきましては、景観行政団体である兵庫県の景観の形成等に関する条例により、辰野地区と室津地区が歴史的景観地区に、三津町の西播磨海岸地域が風景型広域景観形成地域に指定され、各地区の特性に応じたきめ細やかな景観形成が県との連携により実現できていることから、現時点での景観行政団体への移行は考えておりません。次に2番目のご質問の歴史的風致維持向上計画認定に向けた取り組みは進んでいるかと、3番目のご質問の文化財保存活用地域計画策定の進捗状況につきましては関連がございますので、一括してお答えいたします。議員ご承知のとおり、文化財保存活用地域計画は平成31年4月に改正された文化財保護法により制度化されたもので、文化財の保存活用に関して市町村が目指す将来的なビジョンや具体的な事業等の実施計画を定めるものでございます。現在、当計画策定に向けた準備検討を進めており、本年12月には文化庁へ補助申請を行う予定でございます。その後、令和6年度から協議会を設置し、地域住民などを対象にしたアンケート調査を行い、指定の有無や類型の違いにかかわらず、市内に所在する文化財の情報を収集し、周辺環境を含め適切に把握いたします。それらをもとに、将来に向けた文化財の保存活用にかかる目標や具体的な取り組み内容を記載した文化財保存活用地域計画を策定し、文化庁への認可申請を令和8年度に行う予定でございます。また、歴史的風致維持向上計画は、
地域固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境である歴史的風致を維持向上させていくための計画でございます。当計画の作成にあたっては文化財保存活用地域計画を踏まえた計画とするよう努めることが望ましいとされているところであり、文化財保存活用地域計画に取り組む過程の中で検討してまいります。いずれにいたしましても、地域資源である文化財及び歴史的な町並み景観の保存と活用を図り、歴史と文化を生かした町づくりを推進してまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。3番柏原かなめ議員。ありがとうございます。まずですね、カープさんの文化財保存活用地域計画についてちょっと確認させていただきたいんですけれども、令和2年3月24日に開催されました、令和2年第6回辰野市教育委員会の定例会で、教育委員会としては、歴史文化基本構想を、令和2年度から取り掛かっていく予定としているということで、教育長言っておられたんですけれども、この歴史文化基本構想というのがこの文化財保存活用地域計画に、変わったというかいう認識でよろしいでしょうか。教育事業部長。はい、教育事業部長。その通りでございまして、この法律が変わったときにその構想につきましてはこちらの方に移行されたという認識でございます。はい、3番梶原かなめ議員。はい、ありがとうございます。分かりました。あと、括弧1括弧2、景観行政団体と、歴史的風致維持向上計画につきましては、関連があるんで、2つ一緒に対する、再質問という形になろうかと思うんですけども、まず1つは景観行政団体、もしくは、この歴史的風致維持向上計画を進めた場合にどのような効果が期待できると把握されているか教えていただけますでしょうか。はい、都市政策部長。景観行政団体にこうしますと、新たに辰野市独自の景観形成地区を指定していくことができて、そこに対して規制なりをしていくことができるようになります。現在の辰野地区室津地区におきましては県の条例に基づいて規制を行っておりますので、新たな分についてのができるようになるという点が変わる点でございます。歴史的風致の方におきましては、今後地域の整備、無電柱化とか、道路の微装化、また今まである歴史的な建造物、市の保有している建造物の補修や改善を行う際には年度を期間を作って、10年計画等の期間をくくって整備を進める上では国の補助事業が使えるようになるので、そういう点でそういう際には検討していく必要があると認識しております。はい、3番柏原かなめ議員。ありがとうございます。部長言われましたように県のですね、景観条例及び充電権の選定を受けまして、いろいろとも個々の建物自体はこれから修繕されていいものに作り上がっていくと思うんですけども、最後の方でね、後の方で言われましたように、公共の部分といいますか、道路での微装化であったりとか水路の改修であったりとか、例えばその辰野神社であったり飲みの宿根神社であったり、そういったところも含めて、この、景観行政団体であるとかこの歴史的風致維持の部分が国のお墨付きを受けて、計画を立てた上で補助をしていただけるというふうに思っております。
いった意味でですね、まあ、今現在のところ景観行政団体については考えはないということで言われてたんですけども、まあ、実際重点建築の全国の調べてみますと、まあ、126市町村のうち103市町村がすで、にもう、景観行政団体に移行されております。で、中でも兵庫県でいきますと、まあ、6カ所6地区重点建築ありますけれども、辰野市だけがこの景観行政団体に移行していないという事実もございますので、ぜひちょっと今一度また検討していただきたいと思います。いかがでしょうか。都市政策部長。まあ、兵庫県下におきます景観行政団体になった団体のうち、もともと兵庫県の条例に基づいて景観形成地区を指定していた団体が4団体ございます。その4団体につきまして調べましたところ、景観行政団体に移行後新たな景観形成地区を市独自で指定しているということでございますので、まあ、本市が今後、文化財の活用計画とかそういう活用計画の中で新たに指定していく必要があるなということになってきますと、そういう団体への移行も検討、もしくは県に新たに指定していただくことを検討するようなことが必要になると考えております。3番梶原金美議員。わかりました。あと、まあ、歴史的風地軸向上計画についてなんですけれども、こちらの方も県レベルでいきますと、8都道府県がこういった風地維持向上計画がない都道府県になってまして、まあ、北海道、東京、福井、兵庫、鳥取、香川、鹿児島、沖縄が歴史的風地維持向上計画がないというところ で、まあ、47都道府県のうち39都道府県は1か所以上は、まあ、こういった計画があるということで、約 83% がこういった計画を持っている県ということになります。まあ、兵庫県におきましてはまだ一箇所もそういった計画を立ててないという、進めてないということですので、ぜひ辰野市がですね、一番になるように頑張ってほしいと思うんですけども、市長いかがでしょうか。市長。今部長が言いましたように、できるだけですね、速やかにですね、計画を進めていきたいと思いますので、まあ、どうぞよろしくお願いします。はい、3番柏原金美議員。ありがとうございます。まあ、平成6年からですね、平成25年までの20年間国土交通省の、町並み環境整備事業の補助を受けまして、すごく、まあ、道路の微装化といいますかといったのことが進んだということがございます。まあ、これ20年間でちょっと途切れてしまったんで、今後ともやっぱり持続可能な部分で、まあ、こういった今日質問されていただいた内容をぜひ進めていっていただけたらと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。で、最後になりますけども、まあ、こういった、まあ、景観ということでですね、やっぱり快適実感都市を目指す辰野市において、まあ、市民にとっても、まあ、快適ないい場所で住んでいるという実感が湧いてくるような町を目指してほしいと思いますし、まあ、そういったところが進んでいくと、おのずと、まあ、観光に対してもお客さんが来るような状況になると思いますので、そういったところで、まあ、見た目がやっぱり歴史的景観すれば良いというものではないと思います。まあ、作り変えてしまえば歴史はなくなってしまって、本物は消えていってしまうと思います。辰野市におきましては本物がたくさんまだまだ残っています。で、まあ、どこにでもあるような特徴のない市になってしまわないように、まあ、風情のある歴史的町並みを文化財として保存して、今後もつなげていくことの重要性を再認識していただきたいことを願いまして、質問を終わります。ありがとうございました。